バンビーさん、これからも応援してます。ありがとう。よかったらこの後うち来る？え、どうしよう、いいんですか？バンビ君、あんな女にかまっちゃダメよ。できんといたすら帰れ。さっきから何だのよ、あんた。バンビ君、なんで私を見捨てたの？私はあんなに尽くしたのに。そんな落ち込むなよ。味噌舐める？バンビ絶対に許さない。ほら結局こうになってんじゃん。ダメ！うわ！あのおばさん、もうお金持ってなさそうだし、切りたいな。我々の計画がこんなうまくいきそうだね。また新しい金づる探すか。あんたたち、最初から私をはめる気だろ。違うぜ、キイコさん。もう言い訳しても無駄よ。僕はキイコさんのことずっと思ってるよ。だったらくらいしてちょうだいよ。キス？私のこと思ってるんでしょ。ニキクッソ、ダメなクソガキ。お母さん、ようやくアイドルに懲りたんだね。そうね、他人に依存する幸せは長続きしないもの。でもショッピーだけは私を裏切らないし、一生幸せにしてくれるわ。イーアルサンス、イーアルサンス、お礼の完成させ、ドミチュラサンス、ショッピー。こたつくん、あの今日よかったら一緒に帰れたりしないかな？あ、別に全然いいけど。バックバック。練習は私バック行かない？あ、いいねそれ。大丈夫。さあ、まだかな。50年後。お金ないし仕事しようかしら。うわあ！お金、お金。あった。ああ、お金、お金、お金。ああ。こんなところで一体何をするんだ？金の匂いがする。それ以上近づいたら切るぞ。どこだ？そこか。何？どこだ？どこにいるんだ？これで家賃払えるわ。いって怪我した。大したことないじゃないか。痛くて動けない。ポケモンセンター連れてけ。仕方ないな。あとは一人で行くから大丈夫。ちゃんと治療してもらえよ。あいつ遅すぎだろ。何してんだ。欲しがりなんだから。なんてれる。やねちゃんありがとうね。一生懸命作ったのに豚の餌とか言われて誰も食べてくれなくて。素人がラーメン舐めちゃいけねえよ。そうね、私もお店も畳むわ。
そっか。で、その財布がどうするの？どうしよう。せっかく作ったのに誰も食べてくれないし。俺が美味しく食べてくれるやつ紹介するよ。え？いいの？だからって豚の餌にするよ。こうなったら秘密兵器を出すしかないな。とうとう俺の出番ですか。行け。はい。あれ脱げないな。何やってんだバラバラ。お前に試合のチャンスはやらん。ズボン脱げなくさせてやるよ。これレアなズボンあげる。え、いいの？こうなったらみんな頑張って。ジョバスよ。私ジョバスよ。あ、ジョバスだ。頑張ろっと。アホどもがバカが映るからどいてやろ。ほら、期間限定買ってこいって言っただろ。ごめんなさい、もう一回買ってきます。それにしても、動かなくなってからだいぶ太っちゃったわ。あ、ヤネスケ。ごめんなさい、どちら様ですか。え、僕の名前はスネヤケなので、人違いですよ。お、おい。そしてお母さん、首元を見て。な、何よこれ、何よこれ。その爆弾にはお母さんが人に与えたダメージがエネルギーとして蓄積されてる。はぁ、あ、つまり100倍返しだ。あぁ、優勝は遅神屋根付け。優勝はアホ太郎。え、どういうことだよ。私もよくわからないがアホ太郎が優勝だ。あんた、私のお金をどうするつもり。バカな、睡眠状態なのに本能だけで喋ってやがる。金返せクソガキ。うわぁ。やっぱ貧乏人にお金の匂いは分からないみたいだね。先生の朝は早いです。寝不足でまだ頭がぼんやりしているので、声を出して体を目覚めさせます。こらー、やりつけ。お前は性格が暇ですぎる。まじお前は天然ぶるな。本性を出せ。ゆうた、お前は特にない。朝から怒りすぎてしまったので、カルシウムを取って気持ちを落ち着かせます。おちおち、ナッツ。あ、うまい棒だ。うわぁ、なんでこんなところにいるのよ。そっちこそ何してたんだよ。あぁあぁあぁ。で、もしかして入れ替わってる。俺のハーゲンダッツ透明を返せ。ほら、ヤネちゃん、早く学校行きなさい。違うだろ、お母さんが俺の体なんだから、お母さんが学校行けよ。ああ、もうめんどくさいよね。じゃあこうするわよ。あ、はい、じゃあ。おお、これで分かりやすくなったわね。でもなんかしっくりこないな。ほら、じゃあ早く学校行きなさい。でだから逆だって。じゃあ学校行ってきます。待ちなさい。あんたは小学校なんか行かないで野球の練習するのよ。学校行かせてよ。おっ、危ない。ハーゲンダッツ。ねえ、ハーゲンダッツ好きなの。私ハーゲンダッツ。はい、
じゃ今から国語の授業を始めます。今日取り扱うのはガチガチの毛です。木に生命が宿ったものです。ママ米助君のお母さん、ヤネスケはどこ。先生、ヤネスケはどこですか。先ほどアメリカの球団にスカウトされてメジャーリーグに行きました。ヤネスケは野球頑張ってるよ。あら、そうなの。じゃあアメリカ行ってくるわ。やった、これで授業受けられる。